ベトナムではこれいつも食べるの？そう、うん、だからだから日本人はこの料理あなかなかこれね一番おいしい、これ一番おいしいだからお客さん、あ、僕もそう。あ、これ美味しい。ここな。あ、まずいわ。オッケー。美味しい。美味しい。あ、ですね。オッケー。ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。これは美味しいよ。わお。そう、美味しいな。あ、オッケー、オッケー、オッケー。すいません。鶏の新玉ということです。はい、ありがとう。おうまい。ベトナムではこれいつも食べるの？そう、うん、だから
だから日本人はこの料理なかなか注文注文だからよくベトナム料理知っとるね。番組の途中で失礼します。 RSK アナウンサーの武田彩香と福士健一郎です。よろしくお願いします。お願いします。毎週土曜日朝9時からお昼の1時55分まで放送中の RSK ラジオ国士と武田の土曜番長の中で、第4土曜日第5土曜日には DJ ゲイルさんの DJ 番長を放送しています。イエーイ。福士さん何してるんですか今。詳しくはDJ 番長聞いてください。チェケラチェケラ聞いてね。失礼しました。めっちゃかっこいいっす。よろしくお願いしますでは引き続き番組楽しんでください。チェケラ。でも有名結構、はい、これこれね一番美味しい。これ一番美味しいだからあ、僕ですか。はい。あ、食べていい？じゃあ一番美味しい。一番美味しい。二分なる。一番美味しい。美味しい。では。全然違う。あ、全然美味しい。全然違うでしょ。料理始めて。ね食べて。美味しい。美味しいか。よし。エモい。エモい。もう。エモい。私もよく洗ったけど。いや、いいよ、もうでも。どうす。でも。もう一回だ。もう一回。ええよ、おっしゃ。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。